今回は努力が勝手に続いてしまう偏差値30からケンブリッジに受かった「楽すぎる努力術」を紹介します。自分を楽に動かす方法はこんなにあるケンブリッジの心理学×超シンプルな行動ルールでどんなことでもサクサクこなせる驚きの科学的メソッド勉強をしていても集中力が などといいう方にはもってこいの本です。見事にモチベーションを上げ勉強させてくれます努力が勝手に続いてしまうというタイトルですがある意味勉強が勝手に続いてしまうというタイトルでも良いかもしれませんどうしたら自分が勉強モードになれるのか悩んでいる方はとりあえず読んでみましょう独学で資格試験に取り組んでいる方でも スクールに通っている方でも様々なアプローチから勉強モードにしてくれる方法をこれでもかというぐらい紹介してあります。私は紹介してある中で自分にはこれがあっているというものをいくつか選択しスマホと紙のメモ帳両方に書き留めその時々に応じてさらにその中から選択し実行しています。ぜひ 皆様もやってみてください。今までより勉強しているなという感覚が絶対出てきます。ということで文句なしの星5つです。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。